心と体の健康について考えるコーナー、元気のツボ。今回は冬の乾燥肌をお送りします。皆さんこんにちは。心と体の健康について考えるコーナー、元気のツボ。今回は冬の乾燥肌についてお送りします。宮崎先生、よろしくお願いします。お願いします。先生、早速ですが、冬になると肌がかさついて体中が痒くなりますが、何か原因があるのでしょうか？はい。冬の空気の乾燥によって皮膚の乾燥も起きやすくなります。いわゆる乾燥肌です。医学的には皮脂欠乏症といって、カサカサになった皮膚はお肌のバリア機能が落ちて外からの刺激に弱くなります。これが肌が痒くなる原因です。なるほど。それではそのお肌のバリア機能について詳しく教えていただけますか？はい。潤いのあるお肌では皮膚の表面にある皮脂という油成分が膜を張って外からの刺激をブロックし、また皮膚の角質層にある潤い成分、つまり水分が逃げないようにしています。これをお肌のバリア機能と呼びます。ところが乾燥肌では皮脂の膜が破れ、角質層の水分も逃げていきます。外からの刺激も入りやすくなり、つい痒くなった肌をかくと、さらに皮脂の膜と角質層が破壊されてバリア機能が失われるという悪循環に陥ります。冬の乾燥肌によるお肌のバリア機能喪失は、典型的には高齢者の膝から下のひび割れたカサカサの皮膚となって現れます。これは年齢を重ねると皮脂が減ってくることと、皮膚自体も薄くなることが原因です。また赤ちゃんの皮膚も意外と皮脂が少なく、特に2歳ぐらいまでは冬の肌の手入れが必要です。よくわかりました。それでは乾燥肌を防ぐにはどうしたらいいのでしょうか？はい。痒くなってかき始めた乾燥肌は、かくことによってつく皮膚の傷でますますバリア機能を失うという悪循環に陥ります。そうなる前にとにかく先手を打って皮膚の乾燥を防ぐことが大事です。8つのポイントに気をつけましょう。1、熱いお湯での長湯を避ける。熱いお湯に長く浸かると皮膚の保湿成分が失われやすくなります。また熱いお湯に浸かること自体でかゆみがひどくなります。39度から41度ぐらいのお湯が望ましいでしょう。2、石鹸で体をこすりすぎない。石鹸を使いすぎると皮脂が落ちてしまいます。またナイロンのタオルなどで強くこすりすぎると皮膚に傷をつけて、先ほど説明しましたように皮膚のバリア機能がますます失われます。冬はこすり洗いを最低限にして、低刺激の石鹸で優しく体を流す程度にしてください。3、風呂上がりの保湿剤。入浴直後の皮膚は皮脂も失われており、水分が抜けやすくなっています。風呂上がりに保湿剤をおすすめします。保湿剤はなるべく刺激の少ないものを選んでください。市販のものでは多少ベタベタしますが、ワセリンをおすすめします。また尿素入りの保湿剤も良いですが、なるべく余分な成分が入っていない低刺激のものをおすすめします。病院で処方を受けることもできますので、迷った場合は医師にご相談ください。4、加湿と水分補給。お部屋の加湿はお肌の潤いを保つために積極的に行ってください。また積極的な水分補給も大事です。5、ストレス、
疲労、睡眠不足を避ける。ストレス、疲労、睡眠不足は皮膚の乾燥、肌荒れを悪化させますので避けましょう。6. かゆみを悪化させる食べ物を避ける。アルコールや香辛料、カフェインはかゆみを悪化させることがあります。取りすぎに注意しましょう。7. 爪の手入れをする。伸びた爪で皮膚をかくことによって皮膚のバリアが破壊され、ますますかゆみが悪化します。こまめに指の爪の手入れをしてください。8. 刺激の強い衣類を避ける。特に下着は綿や絹のものが望ましく、合成繊維は刺激が強いですから避けましょう。わかりました。それでは最後にまとめをお願いします。はい。冬の皮膚のかゆみは乾燥肌によるものが大部分です。加齢によってお肌の潤いが年々落ちてくるのは通常の反応です。一旦皮膚をかき始めると、かくことによって皮膚に傷が入り、お肌のバリア機能が損なわれ、ますます痒くなるという悪循環に陥ります。次のような早めの対策をとってください。 1. 熱いお湯での長湯を避ける。 2. 石鹸で体をこすりすぎない。 3. 風呂上がりの保湿剤。 4. 加湿と水分補給。 5. ストレス、疲労、睡眠不足を避ける。 6. かゆみを悪化させる食べ物を避ける。 7. 爪の手入れをする。 8. 刺激の強い衣類を避ける。以上を心がけて賢く冬を乗り切りましょう。よくわかりました。今回の元気のツボは、冬の乾燥肌について宮崎先生に説明していただきました。宮崎先生、ありがとうございました。ありがとうございました。